刺激が強すぎたのかしら。だから早く惚れ薬使えばいいのに。やっぱり無理だ。シエスタには悪いけど、ちゃんと謝って自分の部屋に帰っていいのか。こんなチャンス一生来ないかもしれないんだぞ。どうしたのシエスタ。早くこれを混ぜるの。そうすればサイトさんは。好きだよシエスタ。もうたまらない。いけませんわご主人様。あ、大事にするってそういう意味だったの。どうよ悪い。こういうのはね、やったもん勝ちなのよ。一歩でも踏み出した方が勝ちなのよ。胸だって私の勝ちなんだから。胸って何なのさ。ごめんごめん。もう薬吸い込んじゃったじゃないの。やば、あっち行って。なんで、ルイズ。何よ薄気味悪い。ルイズ、あなたってとんでもなく可愛いのね。ドキドキしちゃう。話して、気持ち悪いってば。その冷たい言葉がまたいいの。あのね、あんたは女で私も女で。そんなことはどうでもいいの。ほらほら、じっとしないと破いちゃうわよ。ちょっとタマさん、助けてお願い。 T シャツは手伝う。他は関係ない。そんなこと言わないで助けてよ。ちょ、そこダメ。開けて、そこ触ったらダメだから。どこ行っちゃったのかしら。あ、ジェシカ。ジェシカじゃないの。お久しぶりね。私のこと覚えてるわよね。しばらく見ないうちにまたこんなに育っちゃって。許せない、許せないわ。あなた、まさか。まさか何。惚れ薬、とんでもないことになっちゃった。これあれよね、私がシエスタにあげたあれよね。騒ぎが大きくならないうちに何とかしなきゃ。ちょっとそこのメイド。あら、かわいい。あなた新入り。その素敵な胸に触らせて。私が先よ。私よ。やめて、私離して。ちょっと用が済んだなら帰る。タバさん、あなたの小さくて細い体、よく見るとなんて可愛いの。どのくらい小さいか確認させなさいよ。嫌とは言わせないわよ。